黒田清照による、肖像画、北尾二郎明治40年、1907年9月7日は、日本の気象学者、物理学者。出雲国松江範囲の村松博安の次男として、出生。陽名は六次郎。幼少の頃から、四書五教の素読に励み、12歳で、文選、四季、図案等を通読する春祭だった。1869年、 松江反乱学者、北を進む一郎の養子師となった。同年改正学校に入学してフランス語を学び、同校が大学南校に解消されると、英語と給理学を学んだ。1870年、16歳で、明治新政府派遣のドイツ留学生に選ばれたが、これは、同政府が医学修行のため抜擢した14名のうちの最年少であった。 ドイツ到着後2年間はギムナジウムで主にドイツ語を学び、1873年にベルリン大学に入学し、ヘルマン・フォン・ヘルム・ホルツ、グスタフ・キルヒホフ、エルンスト・クンマーラの下で物理学と数学を学んだ。同年、政府官秘給与制度が廃止となり、以降は養父からの学費や家庭教師などの収入で勉学を続けた。後に、ゲッティンゲン大学で学位を得た。 ベルリン大学では、ヘルム・ホルツの指導下で、色彩感覚を物理学的に扱って、光に対する視力を測定する、ロイコスコープを発明したが、発明の優先権の扱いで、ヘルム・ホルツと圧力を生じた。1878年に、ゲッティンゲン大学に、北尾の学位論文として提出して、理学博士号に相当する学位を受けたが、後に、 ベルリン大学へ戻って、ヘルムホルツの下で研究を続けた。1883年末に帰国すると、翌1884年に、文部省御用係大学理学部勤務となり、同年ドイツ滞在中に婚約した、ベルリン生まれのドイツ人、ルイゼと結婚した。1885年、東京大学教授となった。力学や音響学の講義を行い、 その頃は、理学部が、数学、天文、物理に分かれる直前で、北尾は、物理学者であると同時に、数学者であるともみなされていた。1886年、東京農林学校教授兼、帝国大学理科大学教授となった。北尾のいとこである、桑原陽次郎によると、東京大学理科系の総帥、菊池大六が、イギリス留学経験者で、 教授陣にもイギリス派が多かったため、北尾のようなドイツ系は冒険扱いをされていた。ある時数学の講義で北尾が菊池の板書した数式をより簡明に書き直したところ、学生の間で菊池より北尾の方が偉いという風潮になり、これを知ったイギリス派教授陣の排斥によって北尾は理科大学を去り、東京農林学校教授へ転出することになった。 1888年、海軍大学校教授を兼任。1890年に、帝国大学農科大学教授となり、1892年より、農林物理学気象学講座を担当。同年、東京帝国大学評議員に任ぜられ、高等官2等、正5位に助せられた。その後、高等官1等に上り、14位、君4等に助せられた。 1902年にヨーロッパに派遣された後、1906年より病気休職していたが、翌1907年に脳脊髄神経麻痺のため死去。ドイツより帰国後、力学、電気学、気象学、農林業物理学などの多方面で研究を発表した。特に1887年、1889年、1895年に渡り、 東京帝国大学理科大学企業にドイツ語で発表された大気運動と工夫に関する理論はベノー・グーテンベルグの地球物理学提用などにも引用され、その学説は後にベルンハルト・ハウルビッツによって追跡素述されている。その他、アメリカの気象学者クリーブランド・アッペも1890年の気象力学の最近の進歩で北尾の理論を高く評価し、 1901年の長期予報の物理的基盤では、ウィリアム・フェレル以降北尾に至る一連の大循環理論が当時の日ごとの天気予報を時間的に延長する有力な基盤になると述べた。工夫とは台風やハリケーンのような熱帯性低気圧に伴う強風を指す古い言葉である。1920年代にはライプチヒ大学にいたルートィヒバイクマンや カール・グスタフ・ロスビー、ハウル・ビッツがその論文中で北尾の仕事を紹介して高評価を与えた。1930年の藤原先平の大気物理学には藤原論文の引用があり、藤原の効果のヒントになっていた可能性も推測されている。なお、北尾論文の第一部発表翌年の1888年、 グライフスバルト大学教授だったアントン・オーバーベックが、北尾同様大気大循環を、流体力学方程式に即して議論したが、後年の定説では、方程式の理論的扱いの厳密さにおいて、北尾についたちの長があるとみなされている。その他、物理の農家への応用研究として、土壌中の水の運動に関する研究を行った。穀物合成試験究や、 即用期の発明も行っている。北尾の死後の1909年に、自由や門人の尽力で、北尾の公認である稲垣雄平により、ドイツ語の論文集、北尾博士論文集が刊行された。当時中央気象台に勤務していた岡田竹松が構成を手伝った。また、未完ではあるが、ドイツ語による長編小説、森の女神を書いている。 ベルリン滞在中に書いた手書き五千ページ帳の小説で自筆の差し絵数百枚と共に島根県立図書館に収蔵されている。音楽の趣味も豊かで東京の自宅で夫人と共にピアノ演奏を楽しんだ。法学にも関心を持ち広志国憲法起源史を表した。北尾の死去した1907年稲垣が勇士を募って依頼し黒田清照が 肖像写真をもとに描いた北尾の肖像画が島根県立美術館に所蔵されている。ありがとうございます。